日本選手らの連日の活躍の一方で、選手らへの誹謗、誹謗、中傷が問題化している今回のパリ五輪。準々決勝で敗れたバレーボール男子日本代表も、その標的となった。柔道に始まった、心ない SNS ユーザーの、攻撃、の標的は、無差別状態と化している。写真、パリ五輪バレー男子準々決勝、悔しげにコートを見つめる西田の妻、 小笠里奈、右から二人目、52年ぶり金メダルを目指して8強に進んだ日本は、5日に22年世界選手権王者のイタリアと対戦。第2セットまで練習したものの、最終第5セットにもつれ込む激戦の末、2対3で逆転負けし、姿を消した。試合が終わると、敗戦の責任を追求するような数々の投稿が SN、SNS で寄せられた。西田有二。 24イコール大阪ブルテオン、東野寺大使、28イコールサントリーには、西田、小野寺はもう引退でお願いします、といった投稿も。西田は自身のアカウントでこれをリポストし、スタッフの公式 X では、自分の大事な友人や、家族や子供が一生懸命に何かに挑戦し、涙を流し汗を流し、それでも届かなかった時に同じことを僕は言わないようにしたいです。 人は挑戦することの大事さを尊さを忘れてはいけないと思います。と訴えた。特に第5セットでサーブをミスした小野寺にはサーブミスとかごみ、素人でもクソだとわかると批判を通り越した侮辱的な投稿もあった。それでも小野寺は X で、一部の方からの誹謗中傷もコメントや DM に届いていますが、僕があの場面でミスをしてしまったのも事実ですし、 そのような意見があるのも仕方のないことだと思いますと受け止め、それほど僕たちの試合を応援してくれていた人が多かったんだなと感じています。と前向きに綴った。柔道女子52キロ級で2回戦で敗れて号泣した阿部歌、パーク24にも辛辣な声が届いた。4日の会見では SNS 投稿について見たくなくても目に入ってくるものではあったので、あまり気にせずと明かし。 改めて選手は本当に一人一人が人生をかけて全てをかけて頑張っているので温かい言葉が人としては嬉しいかなとは思いましたと真剣な表情で語った。日本オリンピック委員会 JOC は一日止まらない誹謗中傷を問題視し緊急声明を発した。SNS 等を通じた皆様からの激励応援メッセージはアスリート 監督コーチへの大きなな力となっていますその一方で心ない誹謗中傷批判等に心を痛めるとともに不安や恐怖を感じることもありますチームジャパンを応援いただく皆様には誹謗中傷などを拡散することなく SNS 等での投稿に際してはマナーを守っていただきますよう改めてお願い申し上げますその上で侮辱脅迫などの行き過ぎた内容に対しては 警察への通報や法的措置も検討いたしますと警告した。それでも止まらない中傷の嵐。匿名をいいことに言いたい放題を続ける人たちの言葉の刃は全てをかけて戦う選手たちの心を傷つけている。